今年の秋の叙勲の受賞者が3日に発表され、三重県在住では地方自治や医療などの分野で功績があった64人が受賞しました。このうち、今日行われた伝達式には総務省関係の12人、厚生労働省関係5人が出席。三重県の一味克行知事が勲記を読み上げた後、奮記と勲章を。 受賞者一人一人に手渡しましまたその後一見知事は三重県が発展したのは受賞者の熱い思いとひたむきな取り組みの賜物であり役割と功績は大きい子どもたちが笑顔いっぱいの毎日を過ごせる県にするために今後も三重県のために活躍してほしいと話しました。総務省関係の12人の人受賞者は明後日に 皇居で天皇陛下に拝謁することになっています。